日本東京都八王子市東中野東中野は東京都八王子市の地名。住居表示水施区域。郵便番号は192-0351。東京都八王子市の南部に位置する地域。東で大塚、南で松形に、西で堀の内、北で日野市ほど久保と隣接する。多摩ニュータウン建設に伴う開発が行われた南部はすでに市街地化している一方。 建設区域から外れた北部は開発が進まず山林が多く残されているほか、畑作や稲作も盛んであり、今でも昔ながらの玉の農村の景観が残されている。玉丘陵の一角に位置し、土地の起伏が大きく、とも多く見られる。湧水や地下水も豊富であり、かつてはこの水を利用した酒造業も盛んに行われていた。玉丘陵周辺は、 水が豊かであったこともあり、人の定住も早く、東中野からも、縄文時代早期のものをはじめ、多くの遺跡が発掘されている。平安時代は船木田所に属していたと言われ、室町時代になると、大石氏の支配下に入る。大石氏の没落後は、後北条氏の支配下に組み込まれた。1870年、元新選組大使の斉藤一拓祭が、 金住員の住職となり、漢学や修字などの教育を行った。斎藤のもとには、中野村からはもとより、大塚村、堀の内村、和田村など、周辺の村々の指定も集まり教育を受けた。このことが、中野村や周辺地域における教育熱を高めたほか、大沢信主井上高次、林福獣、柚月義三郎など、多摩地域における、 自由民権運動において指導的立場にあった人材を排出することとなった。中野村の開拓は定かではないが、天正年間に行われた対抗検知の記録にその名が見られるので、少なくとも安土桃山時代にはすでに存在していたと考えられる。江戸時代以前は中野村と称していたが、多摩郡小宮両にも同名の中野村があり、1882年。 小宮寮の中野村が西中野村としたのに対して東中野村と解消した。東中野では江戸時代の商名と呼ばれる地域集団の単位をそのまま引き継いでいる。現在の町内会の地区の単位も小技ごとの3地区に区分されている。東中野では1875年の基礎改正に合わせて字が再編されたが、その際、1号から、 29号という数字が付与されただけの名称に変更された。字の再編に伴い廃止された旧字の名称なども、現在でも住民の間で、慣習的に使用されているものは多い。大谷と、天野矢と、松木屋と、小池、竹の内、平家と、下田、新友つ新田、竹の花、釜の入り、茶道、下の川、東の前、瀬葉川、天野前、 湯ぶめき、といえちぜん、うちだぜんな二1 8年、中野村に住んでいた八歳の小屋田勝五郎という少年が、自分は、元はほどくぼ村の東蔵という子供で、六歳の時に放送で亡くなったと言い,い、あの世に行ってから生まれ変わるまでのことを語ったという話。当時大騒ぎとなり、話は江戸まで知れ渡り、平田厚種は勝五郎を自分の屋敷に招き、 聞き取った内容を、カツゴロウ再生機器という書物にまとめている。また、小泉役もも、随意集主、つの畑の落ち穂に、カツゴロウの転生を表し、ロンドンとボストンで発売した。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。対象末期から、 昭和初期にかけて吉木村の有力者によって、南津電気鉄道の敷設が計画され、東中野には吉木中野駅が建設されることが予定されていた。しかし、昭和教皇によるキート価格の暴落とその後の混乱により計画は頓挫して、未成線に終わり、実際に開業されることはなかった。中大西門、中央大学、谷津入り、東中野、天野、中大水道、 明星大学南、陽光大入り口、高山緑地、吉木が、岡公園の10カ所のバス停がある。東中野に、バス路線が開通したのは、1951年の八王子吉木関戸線が最初である。ついで、京王バスにより1955年には、府中吉木橋本線が、1960年には、関戸吉木相模原線が開通する。 その後も新設、廃止、再編を繰り返し、2020年現在東中野を通行するバス路線は以下の通りである。東中野開館熊野神社かつては他に秋葉神社、稲荷神社、第六天神社、住吉神社、山の神神社があったとされるが、明治期に熊野神社に合祀されたと言われている。かつては金住院という寺があり、 斉藤一拓斎が住職を務めていたというが、明治初期に敗になった。東中野村は1889年、周辺重家村と合併し、吉木村となるが、初代村長は、東中野出身の大沢の武士から1897年、であった。1897年には二大村長として、やはり、 東中の出身の井上隆二から1898年、1899年から1903年が就任。その後も、金子貴蔵から1942年、小谷田彌一から1944年、大沢正俊から1953年と続き、吉木村の11の大技の内最多の人数の村長を輩出した。ありがとうございます。